はい、僕たち自由の森学園という学校の中で自分の意思をはっきり表明したい、と思った人たちで集まった有志の団体です。僕たちは平和を求めています。もちろん家族や友達、好きな人、身の回りの大切な人たちが争いに巻き込まれ苦しむことなど全く望んでいません。平和を求める戦争などしたくないんです。僕たちの表現方法は歌です。この歌が国会の中まで届いてほしい。私たちは公明党山口代表に白紙撤回の要望書、署名活動をしております。ぜひ、創価会以外の国民の皆さん賛同いただける方、ぜひ署名活動ご協力をお願いいたします。戦争反対、音楽反対、原発いらない、みんな踏ん張りどころだぞ。安倍はやめろ、安倍はやめろ。Thank you.
こう歴史が変わり始める時ってみんなが気づかないうちに変わって最悪なことに、みんながみんな最悪になるぞって分かってたら止められるんだろうけど、いつの間にか流れてっちゃうと思うんですよね。多分そういう転換点の一つだと思うので、この子たちの友達とか夫とかが戦争に行くような羽目になっちゃ困るのでっていうのはあります。この安保法案も反対だし、あと、安倍政権にまず反対です。なんか消費税のことも東京オリンピックとかもいろいろ全然なんか自分の目先の利益ばっか追ってる気がして、全然国民のこと考えてないなって思って。ともかくですね、こう憲法違反とかって言ってるものをね、強引にその法案作るってことのプロセスそのものがおかしいっていうのと、 NGO の人たちの身が危なくなるっていうのは、まあ、当然そうかもしれないんだけども、それ以上にね、やはり僕たちがその平和を作ろうとして非暴力でやってるわけなので、それでこう日本がね戦争で人を殺すような国には絶対なってほしくない。それはもうイラク戦争を見て僕たちが本当にもう悔しい思いをしてきたことなんで、絶対こう法案をですね廃案にしたいですね。国民が思ってる思い、若者も含めてっていうのを絶対あの安倍さんに伝えたいと思って、もう国会で直接声を届けたいと、怒りの声を届けたいと思って今日来ました。安保法案は絶対に戦争の第一歩となるものだと思いますので、絶対に止めないといけないと、もう日本が同じ過ちを繰り返さないといけないと思っています。何か一つでも、何かできるだけもうできることを一つでもやるっていうことをやって、まあ、でも今後も廃案に持っていくためにもできることを続けていきたいなとは思っています。